はい、皆さんこんばんは。ワーニングラビットの怪しい料理ショー番外編でございます。今日は、こちらにありますムクナ豆というねものについてちょっと解説じゃないけど お話をしたいと思います。私ちょっとプロフィールの方にもね書いてあるんですけど、まあ、パーキンソン病っていう病気で、まあ、ちょっとそれで今、このムクナ豆というのが、パーキンソン病に効果がある、効果っていうかなんだ、あのドパミンっていうのがね中に入ってるんで、まあ、それでちょっと興味を持って、本当はねあのもうちょっとこうたくさん買うつもりだったんだけど、その生産者さんの方で在庫がないということでね、ちょっとこれ試供品としていただきました。一応ねそこについてきたあの、まあ、お手紙ねこうちょっとご丁寧にこう紙3枚で書いてきていただいて、ただやっぱりその、まあ、民間療法に、ね、なっちゃうんでちょっとあんまりお医者さんに話をすると、まあ、良くないというかね、そんなところで、ね、そこに書いてある、ちょっと、ね、内容を少し読ませてもらいますね。まあ、この農場をやってる方、まあ、こっちがね、あのなんだムクナ豆きな粉って、ね、焙煎した、焙煎したものです。はい、賞味期限10月31日、おお年内に食わないといけない。ちなみに、どこらへん食べるっつったっけな。どこにあったかな。あれ？あったあった。食事の時に1回 3g、1日 9g が基本的な食べ方です。ヨーグルトに混ぜたり、コーヒーに入れたりしてお召し上がりください。きな粉には脳の、神経伝達物質であるドーパミンの材料にある L ドーパというアミノ酸の一種が 1g に 3% 含まれています。このためドーパミンの不足により引き起こされると言われているパーキンソン病や、瀬川病の、症状改善のために使われています。ドーパミンはやる気のもととも言われ、ムクナ豆を食べることで健康維持にも期待されています。その他アルツハイマー型認知症や高血圧症、高血糖症、頸椎損傷に伴う痛みの改善などにもその効果が期待されています。そのため血圧や血糖を下げる薬を処方されている方は必ず主治医にご相談の上食べてください。なお妊娠中の方や授乳中の方は食べないようにしてくださいとなっております。でこれがね確か1つで1日3回取ると、6日分だったかな、あ3日だ3日3日だからこれ両方で6日分なんですよ。今だからねもうすぐなくなっちゃうから、いつぐらいから試してみようか、どうせやるんならね続ける6日間やる方がいいじゃん、まあ、それか今ちょっとね私自身が、ちょっとね朝の時間帯にね若干動きにね悪いところがあるんで、朝起き抜けに取ってみ、ちょっとね薬を飲むまでね少しインターバルがあるんで、そんな感じで、試してみようかなと思っておりますので、ね、今後またちょっと試してみたら、またこのような動画でねアップしたいと思いますんで、でこれがね火で入ってきたねムクナ豆のこれ多分木豆というかこれ多分発芽するやつだと思うんだけど、色がねちょっと違ってとちょっと特にこれについて説明がなかったんですけど、なんかムクナ豆って、日本原産のものと海外産のものとあるらしくて、そんなでまあ多少なんか種類が違うのかなと思います。これはちょっとね私の知り合いが栽培をこうなんか今度するとかっていうことなんで、これはちょっとねその知り合いの人にあげて、増やしてもらおうかなと思ってますけどね。そのところで、ムクナ豆についてのまずは第1弾の説明でございました。はい、ありがとうございました。